元気ですか？アリーナジェンションようこそ。そしてかなり久しぶりだよね。でも X JAPAN の Born to be Free ライブ、2015年のライブパフォーマンス一緒にチェックしてましょう。2015年でしょ、まあ、ぜひ一緒にね3日かおー、激しいね。Born to be free というタイトルなんかぴったりと思うね。おー、あー、いいな。この歌詞の響きもメロディの響きも好きね。おー、かっこいいね。なんかハマってるね。へえ。あ、すごいね。やっぱりいい曲あるね、本当に。多分この曲もかなり人気だったね。まあ、X JAPAN って人気ないの曲ないかな。ファンたちの中でね、絶対。私みたいな人知らないかもしれない。でもかっこいいね。なんかこの曲メロディ聞くとますますロックの魂目覚めてるな感じだよね。うわあ。ほほほう。それすごいじゃない？こんな激しいロック感じの曲で、こんなに綺麗バラードみたい、ピアノと歌声のバラードっぽいな部分。ギャップすごすぎる。すごい。曲のギャップもすごい、歌声も、そしてこのドラムの人、こんなに激しいドラムうまくてリズム作ってる。こんなに綺麗にピアノ弾くのは、このいやギャップをすぎて素敵すぎてすごい。終わり？別にもうちょっと続いたら構わないけど。じゃない？終わり。しょうがないな。でもそうごく、いやそんなに短くなかったね意外ともっと聴きたいなるでしょこの曲。いやーなんか思ったより何倍もすごい。そしてこの真ん中でバラードの部分、なんかこのギャップただなんか言葉足りない、説明できないこの気持ち。でもすごいでしょ、本当にすごいと思います。はい、まあすごかった。なんかそれもリクエストだ、久しぶりのリクエストだった。なんかリアクションするのは時間かなりかかったんだけど、本当にもしこの時まで待ってくれたら本当にありがとうございます。そしてリクエストもめっちゃ良かった、本当に楽しかった、本当にサンキューね。そしてもちろんこれからも、まあ、リクエストしたらもっと早くにリアクションするのは頑張りますし、だからよろしくお願いします。そして今日も私と一緒にいてくれてありがとうございました。楽しかったよ。皆さんも楽しかったので、ぜひ言葉とのもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。